まあ、今までね不動産投資やめた方がいいっていうふうに俺は言ったんだけど、まあ、どうしてもやりたいと、はい、でみんなにね相談したっていうことは聞いたんだけど、改めてね本当にやりたいのかどうかのか、どういう思いで不動産投資を考えてるのかっていうのを、でちょっとプレゼンを聞きたいなと思ってちょっとこの場を用意したんだね、はい、で僕のね、プレゼンを聞いてみんな判定するから過半数だね、3つ丸がついたら認めましょうと、でも3つ丸つかなかったらもうすっぱりと諦めるというところでどうかな。はい、丸を勝ち取るためにプレゼンを作ってまいりました。それでは始めさせていただきます。いただきます。不動産投資への思いというところで、まず当初なぜ不動産投資を反対されたのかというのをまず自分なりに考えてきました。当初自分は不動産投資したい理由が相当浅はかでして、まあ、目先の遊ぶお金が欲しいだとか、ネットで見てできると思ったからとかっていうような理由ですごい浅はかでした。まあ、最初相談させてもらった時に、まあ、真剣さが感じられないとこう、人任せな発言だったり根拠もなくできそうだという言動からその真剣さっていうのを感じてもらえなかったんじゃないかなというふうに自分は考えています。でまずその不動産投資をしたい理由っていうところなんですけれども、まあ、身近な仕事のところで大家さんに寄り添うことっていうのが挙げられるなっていうのを改めて考えてみて思いました。この会社に入社するまでは大家さんに直接関わりっていうのはあまりなかったんですけれども、まあ、働いていくにつれて、まあ、大家さんの身近な悩みっていうのをたくさん相談に乗ってきました。で、まあ、少しでも近い気持ちになれればなっていうところでやりたいって思った理由としてあるんじゃないかっていうのを改めて考え直しました。2つ目の理由としては、まあ、自分で稼ぐ力っていうのを、不動産投資を通して身につけられるんじゃないかっていうふうに考えています。今会社員として給与をもらいながら働いているっていう立場で、事業主だったり経営者っていう目線、自分でリスクを取りながら事業を行うっていうことを学んでいきたいなっていうのを自分の中で感じてまいりました。で3つ目としては、お金が欲しいっていう相談させてもらっていたんですけれども、まあ、最初はその目先の遊ぶお金が欲しいっていうふうに思っていたんですけれども、改めて長い目で見て考えるとその先には何もないなっていうのを自分の中では思いました。まあ、ライフプラン考えていくと、まあ、結婚、育児、親の介護が必要になるかもしれないし、自分が病気になる、そんな時のためにお金っていうのは必要になるんじゃないかっていうところで考えました。で真剣さっていうところなんですけれども、自分はその何も考えずにただ不動産投資がしたいっていうような話をしていて、安直にできるなとかって思っていたんですけれども、これもご相談させてもらって自分の時間を、まあ、不動産投資の勉強に充てたりとか、決断の責任を自分で取れる人でないと無理だっていうことを学んできました。向いている人向いてない人挙げさせていただいてるんですけれども、今までの自分っていうのは完全に向いていない人、仕事を通してきてもこんなところが多いなっていうようなのを感じていました。そんな自分を変えるじゃないですけれども、不動産投資っていうのを通して自分を変えていきたいなというふうに思っています。2つ目の真剣さについて、清田さんに相談させてもらった際、まあ、大してこう調べずに不動産投資のいいところだけをこう見て、君には覚悟ないから無理だよっていうようなお話をいただきまして、ただまあ不動産投資ってやっていく上で様々なリスクがあって、それをまあ受け入れて行っていく覚悟が必要だっていうふうに学びました。まあ、不動産投資のリスクっていうのがそのまま見過ごすしかないとかっていうのではなくって、軽減する方法もあるんだっていうことを学んできて、前回よりは不動産投資とは何かっていうのが少しでも分かってきたかなというふうに思っています。でこの不動産投資のリスクっていうのを、まあ、軽減していくには、まあ、いずれにしても自己資金が必要になる。で自己資金っていうところなんですけれども、まあ、自分は自己資金が今全くないという状態で、不動産投資を始めるため、継続していくためにはその貯蓄っていうのがすごい必要だというふうに学びまして、自分の収入と支出を見直してみました。まあ、まず月々の生活費の現状把握と記録っていうのをしていて、まあ、今までは必要ないお金を使っていた、まあ、食費とか交際費っていうのをまず削減して、手取り収入の 50% から 30% に抑える。駒崎さんからアドバイスいただいたように積み立てを始め、まあ、定期預金と、投資信託っていうのを始め、その不動産投資への貯蓄を始めています。と最後になるんですけれども、1棟目購入までの流れっていうのを
で、まあ、2年間で200万円をこう貯めたいなというふうに思っていて、月々6万円かける、まあ、2年間プラスボーナスなどで50万円ほどで200万円貯めて、1棟目400万円から500万円ほどの戸建て物件を、まあ、自己資金プラス借り入れで購入していきたいなというふうに考えています。でエリアとしては、まあ、地元の新潟、まあ、またちょっと東京の近辺とかっていうのを今のところは考えています。プレゼンは以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、今のプレゼンを聞いて質問タイムというところで突っ込んでいきたいなと。じゃあまず私から、不動産投資というところで言うと、不動産投資はこういうメリットがありますよっていうところは説明はできてるんだけど、それをやらなければいけない理由にはなってないんじゃないかなって思っていて、なぜ不動産投資なのっていうところが紐づいてないんじゃないかっていうふうに思ったっていうところなんですけど、どうでしょうか。そうですね、まあ、不動産投資じゃなきゃいけない、まあ、理由っていうところでは最初のところで書かせてもらったんですけれども、大家さんのお客さんがいらっしゃる中で会計税務っていうところがメインでやらせてもらっているので、そういった質問にはもちろん回答しなければならないっていう中で、この物件どうですかとか、こういった入居者さんがいて困ってますとかっていうようなお話っていうのは身近に感じられない部分があるのかなというふうに思っていて、そこを自分が実際にやってみるっていうことでもっと近くに感じられるんじゃないかなっていうのが、不動産投資をしたいっていう理由です。アフィリエイトとかではなくって、ここでやりたいっていうような理由でなっております。であれば自分が持たなくたってお客さんの物件を、ね、手伝うとかね、やり方はいくらでもあるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。自分の性格の問題なのかもしれないんですけれども、やっぱり人のとかってなると人ごと感というかが出ちゃう中で、いざ自分に置き換えた時にどうなるかっていうようなところを考えた時に、やっぱり自分でやってみるのが早いんじゃないかっていうのが思っているところです。ネタが早い。なるほど。いや、いいですか。プレゼントしていいか悪いかという以前に、ちょっと厳しい言い方をすると、教科書を読んでるような内容でね、イバコ人がそこにどう絡むかっていうところが見えないんですよ。例えばライフプランが大事とか言って、子育て出産とか、それ教科書の話で、イバコ人としてのライフプランは何なのとか、あとお金が必要っていうのもあったけど、一体いくら必要なのとか、具体性に欠けてるんじゃないかなっていう気はするんです。その辺どうなんだろうね。そうですね、痛いところというか、何歳ぐらいまでにいくら必要だとかっていうところを自分の中で考えられていなかったところがあったので、人ごと感というかが出てしまっているのかもしれないなというふうに改めて思い直しました、はい、具体性っていうところですよね。ちょっと欠けてるなってやっぱ私も思って、まあ最後のそのエリアに関してももうちょっと具体的に検討してもいいのかなと思いますし、あとはその伊庭さん自身がその性格的に自分ごとになれないっていうふうにおっしゃってたんで、多分自分で買ったとしても他人ごとになっちゃうんじゃないかなっていう不安があってそうするとちょっと借り入れ半分っていうのも怖いんじゃないかなっていうのは個人的な意見ですね。ありがとうございます。ちょっとまだその抽象的な部分が多いのかなというのも意見を聞いて思ったところなんですけれども、もっとこう突き詰めて、もっと具体的にどんな物件がいいとか、どのエリアがいいとかっていうのを考えていかなきゃいけないプラス、ただまあそこの自分で買って逃げるっていうのは ないというふうに思っていますので、はい。そうですね、皆さんがおっしゃったように、そのやっぱ具体性っていうところがもう少しあるといいなっていうふうに思ったんですけど、最初に話していた自分自身の今までのこう振り返りと親さんに寄り添いたいと思いはすごく良かったと思うんですね。だそれが本当にそう思っててっていう、その熱量がいまいち伝わってこなかったなっていうのが率直な感想と、まずはね、短期計画っていうところも具体的に必要だし、もっと大事なのって買った後のその賃貸経営どうしていくとか、まあ、将来的に不動産投資を通じて何を実現したいのかとかっていうところをもうちょっと突っ込んで考えていかないと、買って満足しちゃう、うん、でそれって失敗するこう典型的なパターンに当てはまりそうだなというふうに思いますけど、どうでしょうか。そうですね、まあ、今のお話を伺って買って満足じゃないですけれども、買った先のことを全然想像できていなかった自分がいたんじゃないかなというふうに思って、でもこのタイミングで聞けたっていうことで、まあ、買った後どんなことが起きるのか、どうしていくかっていうところまで考えていけたらいいなというふうに思います。まあ、計画としては2年間でこんだけお金を貯めて物件買うって言った時に、
いや融資を引こうとしてるわけじゃないですか、このままの状態だと引けないですよ。やっぱ金融機関にはそれなりの資料を作らないといけないので、事業計画とか、あとはまあサラリーマンやりながらなんで、土日はこのような動きをして賃貸経営に時間を当てますとか、その辺の話までできないとちょっと難しいですね。結局現状ではできないっていう判断の中で、自分をどこをどういうふうに変えるかっていう具体性が見えないというところだと思うんですよね。もうある程度結論が出てるのかなと思うんですけど、とりあえずちょっと判定をしますか。す、ね、はい、じゃあ結論をお願いします。はい、はい、じゃあ私から一言。計画出すのはすごく良かった、すごく良かったんだけど、6万円かける24ヶ月、高校生のアルバイトじゃないんだからこれで不動産投資やろうって思ってる人が多分いないと思うね。全然自分の身を削ってる感覚がないっていうような、ところが一番の決め手だったかなと思っております。はい、ありがとうございます。まあさっきからねちょっと言ってるように具体性が消えてて、何かを変えなきゃいけないっていうところまでは一生懸命語ってるんだけど、じゃあ具体的に自分に落とし込んで何を変えるんだっていうところが真剣さだとか覚悟につながるんじゃないかなと思うんです。私からは、その事業計画っていうところを今仕事をしながらいろんなお客様いるんで作れるはずだと思うんですよ。でそれがしっかり作ってこれなかったっていうところがですね、やっぱりバッテンの理由かなって一番。今日のプレゼンのことを実行すれば不動産投資のスタートラインに立つこと自体はまあできると思うんです。ただ大事なのってその先なんで、その後ちゃんと賃貸経営できてないと、もう不動産投資ってもう本当に大きい失敗になっちゃうのでっていうところが結論です。ありがとうございます。最後に僕から、はい、皆様貴重なご意見といいますか、ありがとうございます。皆さんからあったように、や自分の言葉だけで実際行動で現れてなかっただからこのような結果になったのかなというふうに思っていて、皆さんおっしゃるように、具体性と、事業計画と本当に覚悟がある行動なのかとかっていうところを見直して、この挑戦は続けていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。今回プレゼンテーションを終えて結果が満場一致で×ということでしたが、率直に今の思いを聞かせていただけますか。はい、率直に申し上げると、とても悔しいしやるせなかったという気持ちというか、不動産投資やられている方であったり大家さんである方々に聞いてもらって、厳しい意見とかいただく中で、このまま行ってしまってたら危なかったなっていうのがあるので、そこは助けられたじゃないですけれどもっていう気持ちもあります。ちなみに今回のプレゼンテーション敗因は何だと思いますか。これも皆さんからの意見、総評っていうところであったんですけれども、やっぱり具体性に欠けてしまっていて、自分の思いというかこうしようみたいな、こう変わったみたいな話はするんですけれども、それがいまいち見えてこないというのが今回のプレゼンに出てしまっていたなというふうに思っています。厳しい意見が多数ありましたが、不動産投資今後もチャレンジしたいという思いは変わっていないですか。はい、したい理由っていうところは本当に思っているところなので、むしろ意見をもらう中で逆にブラッシュアップしていける部分がいっぱいあるなというふうに思っているので、続けていきたいと思います。続けていくということですが、じゃあまず何から始めましょうか。具体性に欠けるっていうようなお話がありましたので、まずは自分のライフプランっていうところをもっと具体的に決めた上で、不動産投資と絡めて、事業計画っていうのを作成していきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今後も頑張ってください。ありがとうございます。皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。これからの私も応援してください。お願いします。